プエルト・プリンセサ地下川国立公園はフィリピン諸島の南西にあるパラアン島の洞窟内に流れる地下川を保護する目的で指定された国立公園。州都プエルト・プリンセサからは北へ 50km ほどの場所に位置する。1999年ユネスコの世界遺産に登録。プエルト・プリンセサ地下川はパラアン島のセントポール山地の小入道内を流れる。 川である。この地下川の流れる小乳道は海につながっている。このため、地下川の下流部分は、潮の干満の影響を受け、独特の生態系を有している。2004年現在、この地下川を探検する、アンダーグラウンドリバーツアーを楽しむことができる。プエルトプリンセサと名はついているが、実際にはサバンというところにある。プエルトプリンセサ市街からは、車で、 約3時間かかる。道は、未舗装の山道で、電力、上下水道もない地域。右後は、通れないこともあり、時間には、余裕が必要。サバンからはボートで地下側入り口まで、片道15分かかる。地下側入り口からは専用ボートに、ヘルメット着用ライト所持で乗り込む。このボートツアーは1時間程度かかる。したがって地下側へ訪れるのは、 プエルト・プリンセサから、丸1日仕事である。エルニドもしくはポートバートンからボートをチャーター、するなどして、サバンに行くことも可能。エルニドからは片道6から7時間はかかる。当然料金はかなりふっかけられるので、エルニドの場合は、アートカフェ等の料金を参考に。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。